好奇心旺盛、元気いっぱいの子ども3人に、働きながら子育て奮闘中のママ、一家のアイドル犬と DIY 超初心者のパパが繰り広げるおうちのリアルお悩み解決ストーリー。 YouTube のチャンネル登録と高評価ボタンよろしくね。ということで、今回お邪魔したのはグッデイ西福岡店。防災グッズ、はい、グッデイで揃えたくて、はい、こちらの方になります。え、アウトドア用品っていうのは実は防災グッズになりまして、キャンプを楽しんでいただくとそれがそのまま防災になるっていうことになっています。今回の悩みを解決してくれるのは小林さん。キャンプで防災とは。小林さんのチョイスでだとこのように、まあ、アウトドアグッズ兼防災グッズとして揃えてもらいましたけども、これどうなんでしょう。正直言いまして、私全くやったことなくて、はい、自分でできるのかっていう不安、はい、もっと言うと、まあ、アウトドアグッズとして子どもたちも一緒に楽しめるのかなっていうのが不安なんですけど、はい、今日持ってきたのはもうお子様でも簡単にできるものを選んで持ってきてますので、はい、もう楽しんでいただけると思います。この子たちでも大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です、はい、それは心強い。さまざまなキャンプグッズの中でも最初におすすめの商品とは、まずはテント。テント、はい、いや、ママ、はい、テント立てるのってちょっと大変じゃない。めんどくさそうですね。ほら、もう怖い目線が来てるんですよ小林さん。ママの機嫌損れたら大変ですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、よし、じゃあお姉ちゃん、ののちゃん、はい、締め、はい、じゃあお姉ちゃんにちょっとテントを立ててもらいたいと思うんですけど、はい、やり方を教えてもらったんですか。はい、今日ご紹介したいテントは、誰でも簡単にワンタッチで設営できて、スペースも小スペースで済むテントですので、防災の避難時に、簡単にプライベート空間が確保できて非常に役に立つと考えています。で、そこをキューッと広げていってるだけだね、今ね、のんちゃんはね。テントを広げたら、あとは骨組みのパーツをぐっと押さえて合体させるだけ。これであっという間にテントの設営ができちゃいました。え、早っ。友達が3人入っても大丈夫。ののちゃん、中どう。え、暑い。暑いね。これはもうすごく簡単に早く設営ができて、とてもいい商品ですのでおすすめしたい、ね、そう、はい、だから普段こういうのをやったとしても、はい、こうどっかで手こずると、こうママからのね、後ろからこう刺さるような視線が、はい、やっぱり怖いくてこうチャレンジできなかったんですよ、はい、ね。これならパパもできそうです。はい、小林さん、ちなみに、はい、このクッションみたいなのありますけど、はい、これもアウトドア兼防災グッズなんですか。そうですね、これも見かけは本当にクッションにしか見えないんですけど、はい、実はこの中に寝袋が入ってます。え、どこからどう見てもクッションなんですけど。そうですね、ああ、ファスナーを開けてみるとびっくり、本当に寝袋が入っていました。これは子供が3人入っても大丈夫なくらいゆとりある広さ。万が一の時のために車なんかに積んでおいてもいいですよね。なんか芋虫さんがそこいるけど。もしもの時に役立つキャンプグッズ2つ目は、次はですね、はい、充電式のランタンを。こちらが優れているところは、電池が切れてしまった時でも簡単に充電ができますよ。自力で発電することができるランタンになっています。もしかしてここですか。そうです、はい、これをピンと上げ、あー、きっとそう、これ回すやつですね、はい、ちょっと青ちゃんできる、これかき氷で、そう、おお、これでいい。そうですね、こちらで充電していただけるところで、さらに優れているのは、こちらから携帯に充電することもできます。 USB になってる。そうですね、はい、あの肝心のランタンはどうなんでしょう、これ。あー、ついた
明かりも取れます。もうハマってる押したいやつねそれ、はい、自力発電できるランタンは1分間回すだけで10分ほど点灯するんですよ。満タンに充電するとスマホ1台分は充電できるので、もしもの時も安心です。続いて一度はみんながやってみたい小林さんおすすめのキャンプ用品とは。小林さん、次なんですけども、はい、どれを教えていただけますか。ですね、こちらの火付け棒っていうのをやっていきたいと思います。ほうほう、はい、なんか USB みたいな感じですけどもそうですね、こちら開いていただくと、はい、こういった棒と、うん、こういったプレート、金属のプレートが入ってます、はい、でこれどういった風にして火をつけるのかっていうとですね、わおわお、火花を出して火をつける、うん、それでっていう道具になります、はい、へー。電気ガスが止まった際に温かい料理を得るためには火が必ず必要だと考えていますが、火付け棒があればガスがなくても簡単に火を起こすことができます。ママにやってほしい人、はい、よし、はい、けど、はい、続いて火起こしはママが担当。まずは火付け棒を削って鉄粉を集めます。その鉄粉に向かって棒を削ると火花が飛び散って痛い痛い、よしよし、よしよし、ついたついたついた、先生つきました、小林さん、ママやりました、よし、じゃこれをほらこれをついたらどうしたらいいですかこれ、ちょっとそのくずを乗せていって、あーついたついたついた、うわめっちゃ嬉しい、これついたよ。火がついたらおがくずを入れて火を大きくしていきます。そして小さな木から火をつけていくと、このようにだんだん大きな火になっていきます。もうここまでくればね、あとはこれを消えないように維持していけばいい、はい、ということですね、はい、いいよ、もうちょっとこっち置いてやその他にもクーラーボックスや保冷剤を準備しておけば、いつでも飲み物など冷やすことができます。さらにコンパクトチェアも防災時にはリラックスして座ることができるので、いざという時のために準備しておくと安心です。このようなキャリーカートもワンタッチで広げられ、たくさんの荷物を一度に運ぶことができるのでとても便利です。いや、こんなに子供たちが楽しんでくれるとは思わなかったです。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。小林さん、こうやって全部広げてみましたけども、はい、まあ立派なキャンプ場になりますね、これは、はい。で、今回のポイントは、この楽しいキャンプ設備が防災に生きるっていうことなんですね、はいはい。キャンプを楽しんでいただくことが、もうそのまま防災の時に役に立つということで考えております。ヨノちゃん、どう？かっこいいやろ？これならいつもここで遊びたい？微妙な違う。あーちゃんはあそこの中で寝てみたくない？ちょっと一回寝てみていいよ、入ってみて。そう、二人で音と入ってみて。ね。はい。贅沢な一人部屋がここに完成しております。だからこうやってみんなで遊びながら防災をしっかりと意識して備えをする、はい、はい、そうです、はい、これで一件落着落着。全部を最初から揃えるのは大変ですけども、少しずつ集めて使っておくと万が一の時役に立つのでとても安心です。